平野紫耀は海外市や、岩橋玄樹らと連携も、長瀬角と高橋山は二人で金プリ存続、今後の五人。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アスが22日、五人体制ラストデーを迎えた。デビューから丸五年。 リーダー騎士ユータ27、岡は霧に全メンバーが会員制サイト、ジャニーズウェブのブログでファンへの感謝などを伝え揃い踏みした。この日をもって平野市洋26、神宮寺ユータ25と騎士が脱退。今日23日からは長瀬恋24、高橋海斗24の二人体制がスタートする。小なり今後の5人大なり。 キング・アンド・ピスとして活動してきた5人が、今日23日から別々の道へと歩き出す。平野と神宮寺は同22日ジャニーズ事務所を退所し、騎士は以前から決まっていた主演映画、G メンの公開に伴う仕事などがあるため、9月30日をもって退場する。3人ともデビュー以前から人気の売れっ子で、常に多忙な日々を駆け抜けてきた。 グループとしての音楽活動以外にも、ドラマ、舞台、映画などの仕事に精神性に臨んできた。親しい関係者によると、退場後は当面の間休養し、充電期間を経てそれぞれソロで活動していく見込みだという。3人の中でも特に平野は海外進出への思いが強く、海外での生活なども視野に入れた準備も進めていくとみられる。 活動にあたっては21年3月にグループを脱退、退場して海外滞在経験もある元メンバーの岩橋玄樹26らとも連携していく可能性がある。一方、ジャニーズ事務所に残った長瀬と高橋は二人でグループを存続させていく。 テレビ局関係者によると、二人体制での音楽活動の目処も立っており、すでに出演が決まっている音楽番組もあるという。三人の脱退発表直前の昨年10月まで行っていた全国ツアー以来、NHK 紅白歌合戦などの音楽番組を除いて観客の前でパフォーマンスする機会はなかった。発表当時、長瀬は何よりファンの皆様を これからもずっと大切にしたい。高橋も応援してくださっている皆様がいるからこそ、この世界で生きることができます。と話していた。今後はファンと直接顔を合わせたりコミュニケーションを取る機会も徐々に再開していくとみられる。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。